ナサニエル・ロード・ブリトン。ナサニエル・ロード・ブリトンは、アメリカ合衆国の植物学者、分類学者である。ニューヨーク植物園の設立者の一人である。ニューヨークのステーテン島に生まれた。両親は宗教を学ぶことを望んだが、幼い頃から自然に興味を持っていた。コロンビア大学で、鉱物学を学び、卒業した後、コロンビア大学で、地質学と植物学を教え始めた。 トーリー植物クラブに入会し、コケ類学の学者、エリザベス・ガートルード・ナイトと出会い1885年8月27日に結婚した。夫妻は一生を通じて共同で植物研究を行った。1888年に夫妻はイギリスの旧植物園を訪れた後、エリザベスはトーリー植物クラブでニューヨークにも植物園を作ることを提案した。 募金運動を行い、1891年にニューヨーク植物園が設立されると、コロンビア大学を辞め、初代の園長に就任し、1929までその職を務めた。アンドリュー・カーネギー、JP アポント・モーガン、コーネリアス・バンダービル2世とともに財団の理事となり、裕福な講演者の名を植物名に命名して、財政支援を生み出した。研究の分野では、 カリブ地域の植物を専門とし、しばしばカリブを訪れた。著書にはアディソン・ブラウンとの共著の北アメリカの植物図譜、ザ・キャクテイシー・ウィズ、ヨゼフ・ネルソン・ローズなどがある。ブリトンは国際植物命名規約に反旗を翻した独自規格アメリカ植物命名規約の署名者の一人としても知られる。潮かのブリタネ・ストランブリック。 キントラ農家のブリットネラースビーに懸命されている。ブリットンは植物の学名で命名者を示す場合にナサニエル・ロード・ブリトンを示すのに使われる。ありがとうございます。